知ればもっと楽しいオールアバウト LDH。 さあということで、始まりましたオールアバウト LDH、 担任のザランページ陣です。よろしくお願いします。さあそして今回からこちらの方にも、来ていただきました。自己紹介お願いします。はい、ザランページパフォーマーの山本翔吾です。なんか陣さんがもう限界だということで急遽助っ人で来させていただきました。山下です。お願いします。ということで副担任的な感じで来ていただきましたが、いいですか。今回は、ヒロさん、アキラさん、そして山下にも来ていただきまして、授業をしていきたいなと思います。はい、生徒のみんなも引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい。ケイト、どうでした前回の授業をちょっと振り返ってみて。はい、そうですね、結構もうコアなことまで話してて、しかも結構僕 CL やる機会が多いんですけど、でファンの皆さんがこういうのが気になってるっていうのを全部前回の授業で解決してたので。あ、本当。はい、なんで今週の授業も楽しみです。今週ですね。今週ですね。はい、何でも聞いてくださいね、本当に。はい、はいはい、ファンの皆さんの気持ちになって、はい、はいはい、よろしくお願いします。例えばじゃあこれランページがアジアでそのまさにそういうシステムが導入されてる場所で地域でライブをするときは変わったりとか今後する可能性もあると。国に合わせる。国に合わせる。もうじいさんちょっとギャラのことを考えました。海外行ったら海外行ったらギャラがあるとかそういうのは。お客さんのその入りというか動員を削ってまで演出にねこう突っ込むか。そこをなくしてお客さんをいっぱい入れるかって、これ本当難しい問題だけど解決したいですよね。永遠のテーマなんでこれずっと。さあということで、いきましょう。今回のテーマはこちらです。ライブ事業ということで、まあ、LDH の、ね、エンターテインメントを語る上では欠かせないもの、はい、まさに、ね、LDH マスターの称号を、ね、獲得するには、必須項目ということですけど、まあ、そうですね。今日は山翔にも参加していただきますが、もう一方、もう一方今回は参加していただけているということで、はい、自己紹介お願いします。はい、ライブを担当しております家村と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。家村さんがまさかの CL の番組家村さんはやっぱり今までこうなんですかね、LDH のライブをしっかりこう作る上で、あの一番の責任者だったので、ファンの皆さんからこういろいろディスられることをいつもこう自分の中ではそれ俺じゃないよ俺もそれ分かるんだこの人です今日お詫びになりました。ついに、まあでも本当になんだろう、EXILE があの本当に駆け出しの頃から共にライブ作ってきて、まあ家村さんがいなかったらこんなあのライブエンターテイメント、まあ LDH はなかったっていう言えるような存在なので、はい、ぜひ可愛がってあげてください今日はいろんなねそういったことも説明していただきながら、勉強していきたいと思います。はい、ということでまずはこちらをご覧ください。これは音楽ポップス興行規模年間ランキング2022ということで、はい、まあ、5位からね Mr.Children さんに始まり名だたるアーティストの皆様いらっしゃいますが、1位がハテナとなっております。なんと見てください、124万人を。すごいですね。すごいですね。これ分かりますよね、もちろんね。はい、あ、ギー君 EXILE さんだと思います。正解です。危な。これはもうこれちゃんとした数字ですよね。ちゃんとした数字。なんか自社だからってなんかこういう有利なのとか。改ざんしてないです。やめてよ。自社コンテンツ内のこれ以上いじめられたくないんで。2022年唯一100万人を突破した1位のアーティストということで。2022年に100万人以上ってのはすごく嬉しいですね。そうですね。やっぱまだコロナだし、やっぱこれは。今ヒロさんがおっしゃってたんですけれども、こちら次ご覧ください。
こちらがですね、2020年まさにコロナに直面した年ですね。これは全公演 LDH の公演数が28公演わで、2021年には225公演でもお客さんが多分半分、ね、半分でしたね、はいはい。そして昨年2023年には262公演と、今までのコロナ禍になる前の、ライブに戻りましたけれども、家村さんから見てこのやっぱりなかなか気になる、今までにないこう事例といいますか、いや完成がないライブっていうのが本当にこう想像がつかなくて、でやっぱり僕たち その、まあ、メンバーもそうです、スタッフもそうですけど、やっぱやってること その答えって完成だったりするじゃないですか、ちょっとその完成が湧くことによって、あこれ正解だ、ちょっとこれ違うな、このテンポがそうだよなって なったところ、それをちょっと感じ取るのにやっぱり初めは四苦八苦するというか、正直最後の最後までちょっと分かんなかったところで、やっぱり完成がようやく戻ってきた時にやっぱこれだねっていうのをすごい感動して覚えてます。なんかオンラインライブはなんかあれをやったことによって、みんなのなんかこうなんですか、演出の幅の広がったのかなと思って、すごい学べたなと思ったんですけど、あとはその見てるあのファンの皆さん、観客の皆さんがものすごくちゃんとルール守って見てたじゃないですか。だからやっぱりこのライブでそのなんだコロナについてとか何々についてっていうことを発信していくってことは、なんかすごくエンタメの持つ力だっていうのは、あの声援がないライブを見て改めて感じました。ありがとうございます。さあということで、授業を今日も始めていきたいんですけれども、まあ一言でね、ライブ授業といってもいろんな、まあ、項目ございますので、今回はですね、はい、3つの項目に分けて学んでいきたいと思います。こちら、はい、規模、スケジュール、そしてセクションということで、マニアックですね相当マニアックですねマニアックですけれども、これはもうファンの皆さんにも知っていただきたいです本当に多分あなるほどと思うような情報がたくさん出てくると思うので、うん、はい、まあ生徒のみんなもいろいろと勉強していただきたいなと思いますが、まず一つ目、規模についてなんですけれども、まあまあライブをする上で、まず必要なのが会場ですけれども、どんな会場あの思い浮かべますか。はい、京セラドーム。京セラドーム、ドームですね。はい、ドームという規模。はい、なんちゃん。埼玉スーパーアリーナ。あ、アリーナ、アリーナですね。高いね。はい、ギー君。エコパスタジアム。あ、スタジアム、思い入れのある。エコパスタ、そう、スタジアムもそうね。エグザイルさんがファンタジーやってますけれども、他にもホールだったりとか、まあ、ライブハウスだったりとか、まあいろんな会場あるんですけれども、その具体的な数字をですね表しています。こちらちょっとご覧ください。はい、こちらですね、ライブハウスだと100人から3000人程度とか、まあ、ホールだったら1000人から6000人程度、ね、なんで、まあ、ホールとドームではですね約10倍近く、そうですね、お客さんの規模が変わってくるということで、はい、さあ家村さん、まあ、LDH がライブを行う際の、まあ、会場の、まあ、基準といいますか、規模に関しては、はい、まあ、何個かそのいくつかこう選ぶ基準ってあるんですけど、はい、まあ、ファンの方々がどれだけ来てくださるかっていうところで、はい、やはりより多くの方に来ていただきたいんで、まあ、大きな会場を選んだりであったりとか、はい、やはり歌をしっかり聞かせたいから、やっぱり音のいいホールを選ぶとか、そういう用途によって使い分けていくっていうことであったりとかっていうような形で、やはりいろいろな選び方があります。なので、まあ、大きくなればなるほどエンターテインメントやれる幅は増えるんですけれども、はい、やはりそのスポーツをする会場なので少し音が悪くなったりとか、いろいろな条件が出てくるのと、あと選ぶ地域に関してはもちろん全都道府県行ければ一番ベストなんですけれども、はい、ホールとかっていうのはやはりその県の持ち物であったりとか、はい、そういう府の持ち物であったりとかするので、うん、ライブだけで使わせていただけるわけじゃないので、うん、そのあたりのスケジュールの調整、その期間に借りられるかどうかとかっていうところに決まってきます。で、大枠はやはり全国まんべんなく、あの東海地方であったりとか関東関西とか、そういう形で、まあ、エリアでこううまく回れるようにっていうふうには考えてます。すごいでしょ授業。いやもう今の10分ぐらいでもう知識量がパンクしそうなぐらい入ってる。そうなんですよ、はい、こういった形で楽しいですね。そうなんですよ、はい、色々。続いてこちらご覧ください。こちらはですね、横浜アリーナの会場図の一例なんですけれども、うん、まあ、座席もね、スタンドやアリーナ、うん、センター席など分かれておりますけれどもですね、はい、まあ、座席によってやはり見え方、変わってきます。ステージのね、まあ、そこで、まあ、問題といいますか、出てくるのがやはりチケットということで、こちらをご覧ください。
はい、こちら会場別平均チケット金額ということで、やっぱりこちらね、なかなかあのファンの皆さんもこう気になる部分ではあると思うので、これは LDH の平均ですか？そうです、だいたいこれぐらいですね。これ家村さん、会場の規模によって決まっているのか、もしくは別の理由で変動する場合もあるのか。その LDH のアーティストの場合はやはりその照明でこうスポットを当てたりとかするので、やっぱり追加で照明機材を持って行ったりとか、うん、あとやはりそのボーカルが歌うだけじゃなくて、やっぱりパフォーマンスをするときにやっぱ音がね、中音があまりにも小さな音だと、ステージの内側にあるスピーカーだとあれなので、それ持ち込んだりとかっていうところで、アリーナになれば逆にアリーナっていうのはこういう天井に吊るポイントがあるんですね、ちゃんと。なので吊れる、要はここにスピーカーを吊ろうって言って吊って吊れるんですけど、ドームの場合見ての通りその吊る場所がないので、まず箱から作らないといけない。針っていうんですけど、その箱を作ってからスピーカーを吊る用のトラスっていうものを吊って、そこのここに照明をつける。ホールの場合は逆に言うと、もう吊るトラスまでついてるんで早いっていう部分で言うと、やはりその分経費がまあ正直かかってくるっていうことのいろいろな部分がやっぱ増えてきます、ね。ファンの人たち、はい、まあ、僕ら当たり前のようにファイヤーボンボンやってるじゃないですか、はい、あれで消防法って言って距離があるじゃないですか、はい、お客さんとの距離、はい、だからあれをやるために必ず1列ぐらいは削ってるわけじゃないですか、はい、だからそういう部分だとお客さん の, その入りというか動員を削ってまで演出に、ね、こう突っ込むか、うん、そこをなくしてお客さんをいっぱい入れるかっていう、そういう時、そういう悩みもたまにしますよね、うん、あとその場所の会場によってのルールも違ったりっていうのがあるんですね。さあ、そして、ファンの皆さんから、まあ、いろんなご意見をいただくこともありますが、特にですね、多いのがこちらです。はい、ファンクラブ選考で当選したのにスタンドの一番後ろだった、ファンクラブに長年入っていて何十回もライブに行っているのがほとんど、アリーナ席に入れないだったりとか、ライブに応募したすべてが落選、ぜひライブビューイングや DVD を希望という、こちらはあのリアルなお声をいただいております。ひどいなこれは、本当に申し訳ません。全席に、はい、そう、でもこれは本当にでも自分がもし入っていたら、まあね、同じように意見が出るだろうなっていうふうには感じるんですけど、やってる側も思うもん、思いますね、はい、そういうお声を僕たちもやっぱりいただくこともあるので、はい、もちろん家村先生もそれは思ってることでもあるんだよね、はい、でも、まあ、いろいろなその僕の一意見なんですけど、はい、まあ、考え方によるんですけど、やはり それだけたくさんの方がファンクラブでエントリーしていただいたっていう方の中でなった時に、であればもうファンクラブの方外れた方がいいんですかっていう、いや後ろでも見たいっていう方もいるわけじゃないですか、はい、だからそういう方々とかいろんな意見ある中で言うと、まあ、ファンの方が一人でも多く見ていただけるように当選を出すために、まあそう致し方なくファンクラブでも会場が溢れてしまっているっていう状況になってるっていうところであったりとか、あとアリーナとかスタンドに関しては本当に抽選、あの僕らは手作業でやってるわけじゃないので、コンピューターに入ってるものを抽選をしていくって中で言うと、そこは本当にまあ運でしかないのかなというふうに思ってます。あと全て落選してますっていう方で言うと、一つは本当に人気の公演しか申し込まれてないか、もう東京一番の人気は土曜日公演なので、もう東京の土曜日しか申し込まないっていう人は毎回激戦のところになるんですね。なるほど、倍率が高くなっていくんで、それを逆に言うと日曜日にすれば少し倍率は下がるし、平日にすればもっと下がるしっていうので、まあお時間のある方であればやはり平日に来ていただいた方が逆に当たる確率がぐんと上がるという、でもっと言うといい席になる確率も、まあ確約はできないですけど、それだけエントリー数がやはり土曜日っていうものに日本の公演の場合集中するので、平日の方がよりいい席になる可能性も高いですし、当たる可能性も高いと。なるほど。チケットのシステムで海外って前からもう値段が決まってるじゃないですか、うん、そうですね、はい、で後ろが一番安かってもう分かりやすく、うん、はいはい、で、ね、そこ指定できるじゃないですか、うん、でも日本ってほとんどが、うん、まあ、僕らの LDH のスタンスに近いじゃないですか、はい、その差は何かあるんですか、そのやっぱり日本のお客様の文化なんですけど、やはりライブを聞くんではなくて見るっていう方向のが強いんですね。海外の人って聞くっていう要素が結構もあって、私はこのライブ聞きたいんで後ろの方でいいや、安いチケットでいいやみたいな
形だったりとか、でも日本の場合はもうほぼ見たいが優先してしまう方々が多いので、やっぱり前から売れていくっていう風になってくるっていうのと、あのチケットを前から買えるようにしちゃうと、あのまあこれもビジネス的になっちゃうんですけど、よく言われるんですけど、飛行機とかもそうなんですけど、ビジネスクラスとファーストクラスとかがなければ全部エコノミーにしちゃうと、むちゃくちゃエコノミーの金額で上がってしまうんです、はい、でただああいうものがある からバランスが取れている。本当は日本もそういう形でライブもそういうふうにやることがベストなんですけど、そこがやはり日本の場合見たいっていうことが優先するんで、後ろの席が買われないことが多いんですね。どれだけ人気があったとしても購入してくださらないっていうことが多いので、そうなってくると前の方のチケット代をぐっと上げないといけなくなってくるんですね、そのリスクを減るために。なのであの全然そのスタンドの上の方とか売れてないんですよ。でも整理するのはもう前の方のシートがもう普通に5万10万で売れてるんで、別にその後ろが売れなくても関係ないっていう風になってるっていう、まあ、若い子で5万10万きついから、やっぱお金持ってる人が前で優先的に見れるっていうのはちょっと良くないもんね。だからそういう、でもなんかそのちょっとね、こうちょっとの差だったらあれかもしれないけど、そうなるとライブとして成立しないってことでしょ。後ろの方が埋まりにくくてっていう。例えばじゃあこれランページがタイだったりとかアジアでそのまさにそういうシステムが導入されている場所で地域でライブをするときは変わったりとか今後する可能性もあるということ。いやもう変えると思います。それはその国に合わせる、国に合わせる、そこもファンの皆さんにはこうそういう理由といいますか、ちゃんと要因があって、まあ変化に応じていくということですね。そういうことですね。もうじいさん、ちょっとギャラのことを考えました。考えてないです。言ったことないですよ。ないよ、ないよ。今ちょっと感じて、チケット上がるとギャラ上がるのかな。違います。でも俺、最近やっぱライブ本番見るじゃないですか。本番の時って必ず一番後ろなんで、あ結構楽しいですけどね。あ LDH はやっぱステージング、照明、すべてアキラさんもおっしゃってます特攻だったりとか、本当にこうエンタメのステージなので、はい、ただでもドームまで行くとやっぱそうです、ね、一番前の人とここはっていうことも考えてセンターステージ結構やっぱ多くなるよ ね、 そうですね。結局やっぱりそれってファンクラブシステムっていうことにも関係すると思うんですよね。それが海外っていうのはファンクラブシステムはないから、はい、やっぱその値段で直接評価みたいなけど、やっぱりこうファンを大切にする、本当ファンダムをしっかりこう大切にするっていうのがね、日本 の、 そのエンタメの回り方であるじゃないですか、うん、そこを中心に考えた時にさっきのチケット代っていうのもすごく悩むっていう、だからそこの全部のバランスをどうやってこの時代の流れと合わせてどういう答えを出すかっていうのは、まあ、多少いろいろこう賛否両論あってもいつか決断していく時が来るんじゃないかなっていうのは思いますね、はい、はい、でも悪いことは全部家村さんそこだけはメンバーもちょっと、はいはい、衣装がなんかこれちょっともうワンポーズ欲しいとかそういうの絶対あると思います。反抗しないで、もうワンポーズ増やせばなんかできるようになるみたいな、そこの試行錯誤ありながらのっていうことですもんね、うん、これ本当難しい問題だけど解決したいですよね。永遠のテーマなんでこれずっと。続いてですけれども、はい、こういった、ね、会場ライブを運営するにもやはり多くのスタッフさんが、関わっていただいております。見てみましょう、こちらです。約ですけれども、うん、ホールが50人、アリーナになると200人、そしてドームだと400人ということで、はい、すごいすごい、ね、これトランポさん入れて入れてです。あ、入れて、うん、だってヒロさんだってこのスタッフさん全員に差し入れとか入れられてますからね。この人数この人数の方々に差し入れ、もうそれがあの仕事かなちょっとでも現場楽しんでもらう。いやでもそうですね、差し入れは詳しいですようちの日田さんめちゃくちゃ今日はこれだみたいな、すごい人気だった差し入れとかあるんですか。人気だったの何。やっぱり濃いものが人気ですよね。甘い、やっぱり、はい、あもう本当地元の買えないハンバーガーとか、うん、スイーツとか出てくるんで、わテンション上がるな、テンション上がるよね。まあ、こちらがライブの、ね、スタッフさんの規模なんですけれども、先ほどもありましたけどトランポ、はい、という言葉、トランポというのはあの機材を運搬、要は PA とか音響とかもう皆さんの衣装とかも含めて運搬するトラックのことですね、はいはい、トラックなんですけれども、これですね、会場別で見るとこのトラックの数なんですけれども、こちらです。
ホールだと3台から5台、そしてアリーナだと20台から30台、そしてドームだとなんと80台から120台。ドームの時とかすごいですよ、渋滞が。みんながだからアリーナやドームでやる時はこれだけのスタッフさんと、もう作業が必要になっていくという。これあれじゃないですか、2024年問題ってあるんじゃないの。これトラック、トラック、そうですね、やはりこれすごい問題なんです、実は。これからずっとなんですけど、やはりその運転する方がもう高年齢化されているので、やはりトラックをまあ運転する方が減っている。これはまああのドライバーという仕事自体の問題であって、例えばタクシーもそうですし、やはり減ってきているので、あとはあのこれ皆さんの生活と全部もう一緒なんですけど、やっぱりライブする上でやはりトラックでいうとガソリン代が上がればトランポ代も上がっちゃう。であと電気代が上がれば、僕はライブで電気する電気も上がる、ガスも上がるっていう形で、全てのものが上がってくると、皆さんの日常生活上がってくるとライブの全体感も上がってくるっていうところが現状あるので、やはりそういうトランポという運転する方々はまあ少しまああの大変な職業ではあるので、そういう方が徐々に減ってきているっていうのは今後ライブでは必要になってくるし、それに対策を取っていかないと成立していかないのかなっていう部分。だからテレビでニュース見るじゃないですか、普通にそういう問題をやってるじゃん、今の全ての、はい、それがもう直結してくるっていうか、まあ、特に運転手さんがいない問題は今すごく日本で問題になっていることなんで、それはもうライブにすごく影響があるので、さあどうしようかっていうことはまあ日頃のテーマですよね。はい、あとはすごい細かいことで言うと、あのやっぱり最近気温が上がってきてるじゃないですか、夏とかむちゃくちゃ暑いじゃないですか、そうなってくると冷房をずっと回しとかないといけないとかっていうことになってくると、その電気代、だからそういう気候にも左右されるというか、あと今度は気候問題を、はい、それを、はい、何、地球に優しくっていう別のテーマも出てくるんですよ。あ、まあ、だからいろんなことがこう時代のこう、なんだろう、あの世の中の流れに合わせて変えていかないとなかなか大変な時代が来るのかなっていうふうに思います。大丈夫。ちょっとじゃあスケジュールなんですけれども、ちょっとこちらご覧ください。タワーオブビッシュですか。いや多分プライドじゃないですか。プライド、はい、何日ぐらい。3日ですね。だから全部3日かかってるんですけど、一番大変だったのはおそらくプライドと願いのと。3日というのは組み立てるのに3日です。3日間ですか。はい、だからその分抑えなきゃいけないです。うわ、ほぼ1週間ですよ。ほぼ1週間。確かに。だから LDH のライブは半端なかったですよ。そういう意味で仕込みの時間から、会場を取るのも大変だし、まあ、それで1日2公演とかやれるんだったらまたね、全然違うんですけども、いろいろなこうあのバランスがあるんで。まあでも本当にアーティストのコンセプトによって、はい、っていうのが、まあ、結構だからアーティスト、はい、メンバーの意見を吸い上げて、はいはい、あのじゃあ今回ホールツアーなのかアリーナツアーなのかっていうところをこう今のなんだろう本当のポテンシャルとね、はい、あの照らし合わせて、はい、あのツアーはじゃあこの辺をこれぐらいの規模で回りましょうっていうふうに制作チームがやってくれてるっていうのはあるんですけど、やっぱりでもそこで何を表現したいかっていう、そういうお客さんと近くの場所でこういうことを今回は表現しよう、それがもう自分たちのこう集客できるマックスのところで最高のエンターテインメントを届けようとか、まあ、それによって全然変わってくると思うので、多分でもそこをこうあの理想通りの、まあ、スケジュールを組み立てるのが、まあ、制作チーム の、 あの力の見せ所なんですけど、まあまあこれが大変で、まあ、それが2年前だったら取れるけど、それが1年前だったら取れなかったりとかっていう、はい、そこの時間との戦いだったりとか、だから普段考えるみんなのクリエイティブな発想と、まあ、実はそれスケジュールっていうものも直結していると、だから全部が全部つながっていて、このツアーがこういう日程でこういう規模でやりますってことになるので、本当はそれを前倒しして、はい、なるべく理想 の、 あのスケジュールで全国各地回れればいいなとは思うんですけど、なかなかこう LDH だけでもないんで、その場所の取り合いだったりとかっていうのは、まあ、平日土日含めて大変だなっていうのは見てて思いますね。うん、その中であれですもんね、 LDH グループだけで何十グループになって、さらには外部の他社のバンドさん、ね、ボーイズグループ、ガールズグループ、いろんなのがある中でこうスケジュールを調整しなきゃいけないですからね。10年前から
比べるとやはりその日本だけではないので海外からのアーティストもかなり、ね、アジアとかっていうと考えると、うんね、おそらく競争率は倍以上になってきてるんですけど会場はまあ店舗ぐらいしか増えてないという現状なのでかなり競争率は激しいですね、うん、続いてまたこれすごくマニアックなことなんですけれどもセクションと言われている部分があるんですけれどこちらですね、まあ、毎回いろんな演出でファンの皆さんをねライブの演出で飽きさせないような仕組みを用意しているんですけれども LDH にはこの方々を抜いてはライブ作り語れないということでこちらですねチームジェネシスわこれもこの間家村さん解散させようとしましたよわそれは困ります役員会でこれもうなんかあのみんなバラバラがいらなくないですかうわやべえで俺がちょっと嫌だからメンバーから今募ってるんです、はい、チームジェネシスみたいな、はい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 レミスーツのみたいなレモンさんは言いつつ今日のスーツチームジェネシスめちゃくちゃオリジナルのスーツ着てるじゃないですか本当だいやでもこれ画期的なんですよ本当これねあのライブのコンセプト演出コレオグラファーそして映像音楽衣装など担当する、まあ、各専門分野のスペシャリストたちが集まったクリエイター集団という、このチームジェネシスの皆さんを中心にライブが作られているということですね、はい、もともとだから自分がなんだろう現役時代は結構自分がこうライブのテーマとか演出面とかも関わったんですけどやっぱその歴史の中でこう、まあ、メンバーはもちろんなんですけど、はい、あのいろんなスタッフさんとこうコミュニケーション取るようになるじゃないですかこう自分たちがまだこうこんなに大きくなる前からもうあうんの呼吸でできるよう なんかそういう、 こう LDH のこうライブを作ってきたこう成長の証じゃないけど、まあ、そういう人たちにこう集まってもらってで今はこう直接自分はあんまりこうライブにはあの演出とかに関わらなくなったので、はいまあ、チームジェネシスのメンバーとアーティストのメンバーになんかこう普段から話したことを伝えてそこ の2組がディスカッションしてエンタメを作るみたい なんかそういう感じのスタイルが今 の LDH のこう強みなんじゃないかなっていうふうには思いますね、はい、今後はだからあれですよねあの山椒はチームジェネシスあるかもしれないし、はいまあ、各チームから、まあ、ライブ演出に興味ある人はこの中に参加してくださいっていうことを今募って集めてるので、はいまあ、興味ある人はぜひこのチームに入っていただいてあの他のチームの演出とかにも携わってこうチームジェネシスとしてキャリア積んでいくっていうような場面もいいのかなっていうふうに考えています、はいまあ、よりさまざまな専門分野の方々がいらっしゃってこの、まあ、ライブが作られているんですけどその具体的な一覧を、うんちょっとご覧いただきたいと思います。こちらです。演出に始まり、はい、照明音響そして映像演出周り運搬先ほどのトランポですね、はい、でしたりあと会場運営 LED 映像装置レーザーなどなど、ですけれどもこちら家村さんちょっと簡単にご説明いただいてよろしいでしょうか。まあライブ制作とか、演出の方は分かると思うんですけど、はい、あと音響のところの FOH っていうのが、フロントの外の音を出す方々で、はい、カメラ映像の方が多分全く分からないと思うんですけど、カメラは普通のカメラマンですでスイッチャーが普通にスイッチングする方映像の切り替えを切り替えパチパチ押す方ですで、スクリプターっていうのが指示出しをする方、はい、あ次誰々行くんでとかっていう指示出しをする方がスクリプターです。でビデオエンジニアっていうのが実際カメラで撮った時にやっぱりメンバーも多少立ち位置がずれたりとか照明も多少ずれた時に白飛びするんですよ。それを一個一個白飛びしないように直す人がいる。その瞬間に瞬間に瞬時もうその人俺が本当に映像が一番大変だと思っていて、で映像監督っていうのはカメラ割りでこう決めていくっていう、でその指示出しっていう時にこうヘッドホンで全部カメラマンが指示出してるっていう、あの一番怖いのは、あの逆向きね。あ逆あ逆向き。ソロダンスとか多分結構やりがち。こっちじゃみたいな時はカメラ変えてとか。確かにテンション上がってね、ゼロ番向いてると思ったらこう横行ってやっぱ一瞬映像の乱れるもんね、若干ね、あんましないようにしよう。でもみんな間違えないよね、あんまりね、見てると。みんなは多分もう間違えてる印象ないな。でも間違えてもね、やっぱこう気持ち伝えた方がいいですよね。間違えるより、はい、そうですね、はい、そこを恐れずに、そこを恐れずに、はい、確かにいいお言葉いただきました。、はい、山下どうですか、ここまでちょっと、まあはい、ライブの、ね、内容。そうですね、まあ、僕もまだまだこう勉強中なので、うんまあ、たくさんのこのセクションのスタッフさんともそうですけど、うん、
多分これからライブをするにあたって、うん、めちゃくちゃコミュニケーションを取った方がいいっていうのが、うん、なんかまあ僕が思う、うん、スタッフさんとより仲良くなれることで、うん、なんか同じ言い方でも注文をなんか、うん、なんていうんですかね、クリアに表現できる、うん、自分にとっても得だし、うん、そのスタッフさんにとってもめちゃくちゃ嬉しいと思うから、なんかお世話になってるスタッフさんだけじゃなくて、もう現場にいるすれ違 う, こうアルバイトの方とかにも、うん、もう元気におはようございます、うん、お願いしますって言ってたら、ちょっとキリアナの開くスピードが速くなったりとかそのちょっとやっぱ違うんで、ポップアップとかあるよね、挨拶よくしとくとすごい勢いで、もう俺一番怪力チームを集めてどこまで飛ぶかやってたやってました、やってました、やっぱそういうの大事なんで、人で、はい、チームで作っていくもんなんで、ライブは、はい、そういうところを大事にしてほしいなと思います。はい、あきらさん、いかがですか。はい、やっぱりいろんなライブを作る上でいろんな大変なことはあっても、はい、やっぱり来るお客さんっていうのはお金を払って、うん、まあ、現実から非現実的なファンタジーにこう浸りたくて、まあ、いろんな思いで来られるわけなので、どんな状況でも我々アーティストたちはお客さんたちのへのおもてなし精神とか、どんなステージどんな場所でも思いは一つで、もうラブドリームハピネスを届けるっていう、そこをもう一心じゃないかなと思うので、そこはなんかこういうことを改めて学びつつも、ステージ上では熱くお客さんに思いを届けてもらいたいなと思いましたね。はい、ありがとうございます。さあ、最後にヒロさん、はい、エリディシにとってのライブというのはどういった位置づけになりますか。はい、いやでも本当に今アキラ言った通りだなと思いましたし、やっぱりね、みんなもそのライブに来て、じゃあ将来夢叶えようと思ったきっかけにもなってると思うので、まあ、どこ行っても多分なんですか、その瞬間は、まあ、あのファンの、まあ、みんなもそうだし、来てるお客さんというかファンの皆さんもその時しかない一瞬だと思うんで、それを大切に、等身大のラブドリームハピネスでいいんで、まあ、みんなにこう夢を持ってもらえるようなパフォーマンスを心がけて、自分の夢も叶えていってほしいなって改めて思いました。だからこれ見てて思ったのは、次はだからメンバーのこのライブの作れられていく過程とか調べて、体鍛えてリハやってて、だんだんこれぐらいで、ね、食事も制限してとかっていろいろあるじゃないですか、はい、かそういうところ も, もあのそういう方はすごくさらにファンの皆さん知りたいのかなっていう、はい、でボーカルがどういうリハやって、で、まあ、LDH のこうなんですか、この施設っていうか、まあ、こういうスタジオもそうだし、はい、まあ、かなりこれも20年かけて、うん、まあ、よりこうなんで、あの時間ってすごく大切なんで、その時間を有効活用できるようにっていう意味で、まあ、この事務所の中にジムがあったりとか、はい、あのスタジオがあったりとかって、これ歴史の全部こう積み重ねていったもう賜物っていうか、歴史が作り上げた施設なんですよ。この床とかもう本当にいい床で、毛が少ないしっていう、だからそういうところのこう歴史プラス、みんなのこのライブにこうなんだろう、あの向かっていく過程だったりとか、そのだから今のあのエグザイルトライブの若手メンバーはこれだけパフォーマンスがすごいみたいな、それって多分比例していることだと思うんで、なんかそういうものもこういう場で発信できたらいいのかなみたいには思います。なんか僕噂ですけど、はい、その LDH の床とかもなんかその当時のクリエイティブの人がなんかわざわざその板を見に行ったっていう。あ、もう完全そうです。ネブラさんとかがこう、はい、そうですね、毎回結構いろんなこう歴史でこうみんなの才能が開花するような、なんかそういう施設というか仕組みになってるんで、そういうのを知ってもらえるともっとやりがいあるのかなっていうふうに思います。はい、ということで、今日も授業やってきましたが、ケンスケどうでしたか。いや、もうこうメンバーとかとライブしたいねみたいな話をしてる中で、やっぱり知らないことばっかりだったので、今回こうやって知れてめちゃめちゃメモしたんで、これをちょっとメンバーにも共有して、ちょっとこういうのやっていきたいねみたいな話せたらなって思います。セナどうですか。日頃自分たちでこう、まあ、イベントだったりライブだったりっていうのもある程度こうスタッフさんにこうお願いさせていただいたりとか、もう本当わがままとも言えるようなことも、もう無茶なことも言わせていただいたりしてるんですけれども、やっぱその裏にはこんな数多くのスタッフさんが関わってるんだなっていうのを改めて感じることができましたし、早くあの床のことも知れたので、うん、早くここでリハしたいなって。ここしてないんだ。じゃあここまだしてない。最近ちょっとできてないんで早くしたいなと思います。結構気持ちいい。はい、結構気持ちいい。結構気持ちいい。レイヤーどうでした。はい、いやけどやっぱりこうファンの皆さんとか、あのやっぱりライブ来てて、LDH のライブってやっぱこう
初日公演と一番最後のファイナルとかって違ったものになってるじゃないですか、うん、それファンの皆さんなんでだろうと思ってたのがやっぱりこういうところの本当にいろいろ試行錯誤した上での変化があってより良くしていこうっていうのでそういうのもあったんでやっぱファンの皆さんも初めて知ることが多かったでしょうし僕自身もすごく勉強になりました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、また次回もお楽しみに、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。